皆さんこんにちは、ストヨリです。今日は純正規格の方をやっていきたいと思います。オーダー紹介の時に紹介した日ハムオーダーを使ってですね、今日やっていきます。で、今日使う選手は目玉の選手っていうのがこの杉谷選手でございます。杉谷選手は、シリーズ2の覚醒で代打の神様枠で出ましたね。で、能力が、弾道低弾道で、ミートパワーが C で走力が B ですね。で、走力型なんですけど、まあそこそこ打てる気がしますね。で、守備がね、非常にいいですね。これとこれも守れる。まあしかも C、D っていう感じでね、まあ使いやすいんじゃないでしょうか。そして両打ちってところでね、自分の好きな好きで打てますね。ここが非常にいい点ですね。で、特能はまあ代打で使うか1番バッターで使うかってな感じで、で、今日はですね、杉谷選手を1番として1番セカンドに使っていきたいと思います。まあ他のポジションでもまあ使っていきたいですけど、まあ気が向いたらですね、他のポジションちょっと守らせて使っていこうと思います。いや、これでホームラン打ったら相当すごいけどな。まあワンチャンなくはないですねってな感じで、杉谷選手1番で使っていこうと思います。よし、じゃあ早速やっていきましょう。先行かな、先行なんでいきなり見れますね。1番杉谷選手、久しぶりに純正やるんで、うわどうしよう、右バッターで行く、右バッターで行こうか。初球高速スライダー。大野選手は、大野選手は得意な人と苦手な人とはっきり分かりますね。ツーシーム A がどこに投げてくるかによるんで。おお、いやー取られた。左の方が良かったかな。まあまあまあ、この動画でヒット1本打ちたいですね、やっぱり。あら、打てねえ。やべえ、打率が。やっぱ太田選手打ちやすいっすね。で、うちの4番はビアネーバーっすね。うちの主砲。あれ、変化量マイナス 1? わかんねえ。ああ、これは打てんね。さあさあさあ。どうしても打つ瞬間無謀になっちゃうの、しょうがないか。オッケーオッケー、曲がらないツーシームじゃない。オッケーオッケーオッケー。まあ最低限ですね。来たよ、ワンボール。うわー、チャンスが発動しなかったですね。残念。チャンスを発動させたかったな、ここはさすがに。おお、あらららもったいない。チェンジアップうまく使う人うまいな。オッケー。あら、まあどうしよう、初回は守備も見せようかな。大谷選手ですね。大谷選手は今のランク戦の中では打たれるのが当たり前になってきてますね。自分で思います。お、ラッキー。それ振ってくれる人は本当にラッキー。大会では化け物級に強いんでね。よし、ストレート危ないですね。おお、杉谷選手のところに打たせたいなストレート僕あんま投げないんですけど。あら、ストレート張ってた人か。しょうがない。返すよ、こう。
ったいないな、あのホームラン1本。もうあんまストレート踏んないですね自分も、制球眼がいいのが一番いいと思うんで。ラッキーラッキー、まさかのフォアボールで7番かな近藤選手。オッケーオッケー、話し早くないかな、どうする、代打しますね。清宮選手マジ頑張ってほしい。あー一応ショートはまだいるんでね、渡辺選手もショートできるんで、今のやつじゃないですけど、やばいな、非常に非常にやばい。よし、おラッキー、今の取れない。さあここでこの場面で杉谷選手です、来たよ、左で打ちます、さっき右で、ね、凡退しちゃったんで。うわー、やっちまった、お曲がらないツーシームが非常に厄介だな。いやー、もう勝ち越したいのに、引っ張りたかったね今のは。ファーストライナーよりいいか、どうなる、おお超えていく、やっぱハム強いっす、おこれが走塁積極、いいね、ほんと使いやすいですね杉谷選手。いや右バッターのダメかな杉谷選手は、左の方が打ちやすいのか。川口選手ですね、川口選手も結構得意ではない、なんかいつも青くなってるイメージが。何やそれ、うわ何やそれ、よし、嫉妬が打っちゃうわ、ごめんなさい、てな感じで、なんか諦めてたのかな相手の方、わかんないですけど、一応勝つことができました。強いですね日ハム純正、まあ勝ち越しだ打った杉谷選手ですね。どうしよう、もう一戦行こうかな、よしじゃあ2戦目ですね、やっていきましょう。今度は高校かな、さあ1枚いきましょう、人気出ましたね、チャンメじゃなくて、んこれいつの、ああうわー、おーラッキー、危ねマジ危ない、ほんとよし走りたいな、いける、行くしかないな。あらしゃあないしゃあない、ノーマルはきついか、おー危ねマジ危ね、2019年の、うん、スラーブかな、なんだカットボールかな、カットボールあら、ちなみにキャッチ誰だった、貝か、カイの A ランかな、さすがにカイには勝てなかったか杉谷選手、もう危ねマジ危ない、危ねマジ危ね、
よし、じゃあ最後押さえて終わりましょう。中継ぎ使いたいな。どうしよう。おお、危ない危ない。二塁行かれなかったっすね、今ので。あ、タイミングよかったからかな。あ、ちょっと待って。あー、バリ甘い。てか途中で手離しちゃった、やばいですね。ピッチャー変えますか。宮城選手行きましょう。ここは、まあ、この宮城選手がいるからね。一つの中継ぎのエースが、一人の中継ぎのエースが誕生するって感じですね。あー、オッケー。これでホーム生かされるのが一番困るんですよね。ちょっと早かったね、今投げる。あー、おラッキーすぎる。やっぱ A ランクの甲斐拓也か。さすがに盗塁ができなかったですね、杉谷選手。あら、タイピン出ない。どうしよう。とりあえず全然ファーブルでもいいって感じで、あんまスタミナ使いたくないからな。あー、見る。全然ファーボール OK。 ファーボール OK。 おー、ラッキーありがとうございました。やっぱ日ハムは先発陣がワールドスターの前、うおー、でかい。ファインプレー。うん、あー、ダサい。あれ、落ちね。絶対落ちると思ってた今。なんだって。まあ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 、これでホームラン打ったら相当すごいけどな。まあ、ワンチャンなくはないっすね。お、おわー、よし。杉谷選手、思ってた以上に打ちやすかったです。いつかホームラン打ちます。ご視聴ありがとうございました。